はいトライラーの川原です今回はご質問いただきましたベガスでこんな感じのコマドワイプピクチャーインピクチャーから全画面表示になる演出の作り方をご紹介していきますまずタイムラインに素材を配置しますピクチャーインピクチャーになる素材を配置してその下にメインの動画素材を配置します時間を合わせておきます トリムの終了をクリック。こんな感じですね。そしてオーディオは関係ないのでちょっと縮小しておきます。今、タイムラインには、こんな感じで、メインの動画と、ピクチャーインピクチャーに使うコマドワイプの動画、これが重ねて配置した状態となっています。ではまずここから、ピクチャーインピクチャーコマドワイプを作っていきます。トラック FX。 ここからクッキーカッターを追加します。追加、OK。そして切り抜く形状を作っていきます。円形なら円形。長方形ならクッキー。正方形なら正方形。今回は正方形で作っていきます。そして正方形のサイズを設定します。そして位置ですね。切り抜く範囲を作っていきます。 これぐらいとしておきます。さらに境界線なんかも作っていきます。境界線を足してカラーを設定。こんな感じですね。これで切り抜く範囲ができましたので次にさらにエフェクトを追加します。プラグインチェーンでピクチャーインピクチャーを追加します。追加 OK。そして1と サイズを調整して配置します。まずこれでピクチャーインピクチャーを作ることができました。では例えばこのピクチャーインピクチャーの状態を途中まで継続して途中からこの画面が全画面になるアニメーションを作っていきます。例えば今回のケースでは 4秒までこの状態で表示させて4秒から5秒にかけて全画面になっていくというふうにしていきます。トラック FX のエフェクトですね。まず、ピクチャーインピクチャーの動かした位置と大きさですね。これを元に戻していきますので1にアニメーションをオンにして、さらにスケールですね、もオンにします。 するとタイムラインが出現しますので拡大してみてみますカーソルをメディアのタイムラインと同期にチェックを入れるとこの下側のメインのタイムラインですねここのカーソルとこのエフェクトのカーソルがリンクして動くようになりますそして先ほどアニメーションを有効にすると0秒の位置に 元のキーフレームが表示されていますのでこれを4秒に移動しますこれが今このピクチャーインピクチャーの位置と大きさを記録した点キーフレームとなりますそしてカーソルを5秒に移動しますで5秒になった時に デフォルトの位置に戻したいので、プリセットからデフォルトを設定します。すると1が元々の位置に戻りました。サイズの方はちょっと小さな設定になっていますので、手で入力して1、元の大きさに設定しておきます。すると今変更した部分が設定されましたので、再生してみると、こんな感じですね。 4秒から5秒にかけてアニメーションするようになりました。続けて同じようにクッキーカッターも設定していきます。まずピクチャーインピクチャーの最初のキーフレームの位置にカーソルを移動します。次のキーフレーム。そしてクッキーカッターを開いて、クッキーカッターはサイズを広げていきますので、サイズのアニメーションを有効にします。するとタイムラインにサイズが出てきますので、まず最初のキーフレームを4秒に移動。 そして、ピクチャーインピクチャーの次のキーフレームに移動して、クッキーカッターのサイズを広げていきます。こんな感じですね。すると、こう4秒から5秒にかけてクッキーカッターも広がっていくと。こんな感じで、コマドワイプから全画面にすることができます。 こういった形ですねそして最後にこの動き滑らかに設定していきますまずピクチャーインピクチャーの位置ですねこれらのキーフレームをドラッグで選択しますそして右クリックスムーズフェードに設定スムーズフェードですねさらに スケールもドラッグで選択して右クリックスムーズフェードに設定 Y スケールもスムーズフェードに設定そしてクッキー型のサイズもキーフレームを選択してスムーズフェードに設定するとこんな感じですね滑らかに動き始めて滑らかに止まる 緩やかなアニメーションとなりました。そして全て再生してみると、4秒まではコマドワイプで喋っている状態になって、4秒から全画面になるといった演出となります。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。